ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回はおすすめのモバイルバッテリーをご紹介したいと思います。それがこちら、アンカーのパワーコアフュージョン5000というモデルです。一般的なモバイルバッテリーとこのアンカーパワーコアフュージョン5000の大きな違いとしては、電源コードがないところです。一般的なモバイルバッテリーは、そのバッテリーを充電するために必要な電源コード、それからモバイルバッテリーからスマホなどに充電するために必要な USB ケーブルの2本のケーブルを用意しないといけないんですが、こちらの製品は USB ケーブルだけで充電が可能です。じゃあこの本体どうやって充電するかというと、この本体にコンセントに差し込むプラグが装着されています。ですので、モバイルバッテリー自体を充電する際は、このモバイルバッテリーをコンセントに直接挿せば充電できるようになります。普段学校などにモバイルバッテリーを持っていく際は、そもそも電源コードは持参しないのであまり関係ないですが、旅行など長期間外出する場合は、このモバイルバッテリー自体を充電するために電源コードが必要になります。こちらの製品の場合は、その点電源コードを使わなくても充電できますので、なるべくケーブルの本数を減らしたいという方にはおすすめです。バッテリー容量としては 5000mAh ですので、一般的なフラグシップモデルのスマホだと2回は充電できます。今回は以上です。この動画の概要欄に今回ご紹介したアンカーパワーコアフュージョン5000の販売店のリンクを貼っておきます。価格や詳細なスペックが知りたい方はそちらからチェックしてみてください。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。